So we made an offer. Which house? はい、今日は今ね、ダディがカイとカズを連れてね、PE 体操服を買いに行ってるんですね。この間リアとリコも体操服を買いに行ったんですけども、わざわざその日に来てくれって言ってちゃんとアポイントメントが届いて、でそれで一人ずつ見てもらって大きさとかを選んで、で私ね本当に体操服ってそのジャージとか体操服一式だけかと思ってたんですね。そしたらすごかったですよ。ラグビー用のシャツ、ズボン、室内のジム用の上下、あのレオタードですね、それの上下、あとはテニス用上下、ホッケー用上下、もう5種類ぐらいあって、それも夏用と冬用、まあもちろんレオタードはしつつですけどね。でもうホッケーの口マウスピースみたいなのとか、あとホッケー用のあれなんていうの、ホッケーのこのスティックみたいなやつ、あれとホッケー用のスタッツの入ったシューズと、これ桜桜って書いてあります。一人本当450ポンド6万円7万円ぐらいしました。もうびっくりですね、本当にびっくりこんなにお金を払わなきゃいけなかったとは、ね、すごいですね本当。イギリスの私立ってね、もう今まで私立は私立でもバルセロナの私立本当緩い、まあ本当にね、トモヤも別のアメリカンスクールとか行ってましたけど、こんなに体操着をいっぱい買ったのは初めてですね。でまあカイとカズも今買いに行ってるから、カイとかたまげたと思いますよ。あとまあ今日今ちょっと夕ご飯を作ってるんですけども、いつものようにアガでこうやって、このアガのここは煮物用ね、でこちらはちょっとコトコト煮る、もう温度変えれないですからね、もうこれだのみですからね。で後でこうやってオーブンに、もう本当になんかオーブンに入れる料理が増えました、ここに来てから。もうすごい太るんじゃないかな噂ね、こんなもんばっかりでたくさん太りますよ。でまあできるだけ日本料理も作ろうとはしているんですけども、なかなかね、でなんとねすごいビッグニュースがあるんですよ今日。なんとあの2番目のワオハウス今日アップロードしたんですけれども、そこにオファーしたんです。もうねこの今のイギリスの郊外ロンドンはよくわからないんですけども、まあ、ロンドンももしかしたらこうなのかもしれませんね。家事情もうみんなクレイジーって言ってます。エージェントがもうみんなクレイジー。この家を見に行った時にね、エージェントがここも多分今週中に売れるって言ってましたけど、もうね私が見た日にその後4人ぐらい、これなんかねバルサミックガーリックドレッシングでもちょっと入れて、その後ね私たちが見て、それでその後すぐなんかご夫婦が来られたんですけども、その人が見て内覧、あの
家を見てすぐにねオファーしたんですって。それも値段の上のオファーをしてるの。もうね値段最初のいい値では買えない状態なんですよ。みんながそれ以上でオファーするから。だから私たちそのちょっと上でオファーしました。これ買えるんだろうかどうか分かりませんけどね、ほんとすごいですよ。で、もう本当にいいところはもうすぐなくなります。もう家が、ね、足りないから今どんどん新興住宅っていうかあのハウジングデベロップメントどんどん建ってますね。本当にもう私たち運がいい時に来たのか悪い時に来たのか、悪いって言えば悪いし、もしかしたらこれでどんどん値段が上がるっていう可能性もあるし、でも分かりませんけど、本当にクレイジーな時期ですね。で、その家がないっていうことが問題なのと、あとね、イギリスってやっぱり古い家で、古い家を普通はリフォームするんですけれども、ねリフォームするんですけれども、そのリフォームがもう追いつかないらしいんですよ。だからもう材料が待たなきゃ、もう下手すると半年ぐらい待たなきゃいけないし、あとそのまあブレグジットの影響もあるのかもしれないっていうことなんですが、もう労働力が足りないらしいんですね。だからこの私もすごいもうファームハウスの古いのが大好きで、すごい素敵なところがあったからそこを買いたいんですけれども、そこってちょっとなんかユーティリティルームがちょっと広すぎたりとかで、なんかキッチンも壁を一つね壊してリビングとつなげた方がいいなって思う感じなんですけども、それをやるの多分2年待たなきゃいけないっていうことなんですね。2年とか待ってられないので、もうそれは諦めて、そういうファームハウスはね、ダディと老後もしかしてイギリスに住むことにしたら、まあねダディと一緒に住むことにしたらいいかなって感じですね。本当にもうちょっと見ればいいかな。中に入れてスープを作りたいと思います。Which house? Not the Castle Wow Kitchen House. It was the Edgar Wow Kitchen House. いるんだって。で全部こういうほら You did see the cloak room in the interview? Yes. Yeah, I completely forgot about that. 何何 No door between the bed and the toilet now. Okay. Because there are relatively minor problems to fix, and apart from those two things, it's the most ideal house that I think we've seen. Yeah. Location. Yeah. The structure. Yeah, and you said the nearest. What's the matter? このねラズベリータルト本当に美味しかったんですね。でちょっとダディに試してもらいましょうか。Normal. Oh, really? Yeah. I think it's something special. Oh, really? For me, it's one of the best I have. はい、今日のご飯はこのお肉肉です。
ソーダも美味しいかな。で、今回ね、すごい大ニュースって言って、家、すごいキッチンワオハウスパート2をオファーしたって話したんですけど、実はね、昨日私たちすごい悩んでたんですよね。実は学校から歩いて5分の物件があって、で、それ私は結構気に入ったんですよね。安いし、本当に安い。でもさ、リアルさもね、ちっちゃいんだよね。小さい。でも本当になんか私たち本当に4年間住むって言ってるから、4年間住むには十分かなって。私日本人ですしね。4年間で十分じゃないでしょ、小ささで、まあみんなが言うのでね、特にダディがもう本当にあそこあんまり好きだったみたいだったので、しょうがないですね。ダディが好きでママが好きじゃないっていう物件もあるし、ね、だからもう本当にでも2人ともがママっていうのもあるし、今のうちはママとダディ どれが一番家を、それにするかもって思って。あ、もうオファーしたんだよ、リア。話すの聞いてなかった？もう決めたの。でもオファー、あれだよ、キッチンワオハウスパート2、イエーイ。それ決めたの？そうだよ。決めたけど、でもね、もうそれね、買いたいっていう人がいるの、もう。だからその人たちと競争してんの。だからその人たちは これだけ買うから、これだけ出すから買わしてくれって言ってんのね。で、ママたちはもう一つ、もうちょっとそれより上を、これだけは、これだけあの人がこれだけ出すんだったら私たちはこれだけを出そうって言ってんの。すごいんだよね。なんか競争、なんか戦い、昨日ね、戦いみたいな感じ。本当に あそこにあるやつ取ると思ったんだけど、前からしたどこから取ったの？それで、ほんと昨日さ、そのやちっちゃくてダディがあまり好きじゃない、家にしても、私はほんとすごいいいと思うんですけど、でまあね、あまり大きくないっていうことでダディはちょっとお気に入りなの。あとちょっとね、前スペインに住んでた家のようにうるさいんですよね、ちょっと。メイントラフィックがそばを走ってて結構うるさいから、それがね、ダリあまり好きじゃない原因だったんだよね。あー、それか、そのようにか、それでダリ好きじゃん。そうなんだよ、ね、じゃあリアこれにするね。そんなに大きいのがいいの？え、これ小さいと思うんですけど。結構大きいな。そうだよ、骨が多い。いいよ、一緒だ。リコどれ？これどれでもいい場じゃよ。じゃあこれで。そうなんですよ、ね、だからね、しょうがないね。おひてりで、その家にしてももうね、オファー今日の12時までってオーナーが決めて、多分もう入ってるんだと思うんですよね、何個か。だからオファーするんだったらもう今日の12時までって決められて、でそれで私たちはもちろんオファーしなかったんですけど、もう本当にもう売り手市場ですよね。もう本当すごい。こんなね、時代は初めてだって、もうどのエージェントも言いますね。で、エージェントがもうすっごい結構ふんどり返ってるの。なんか、まあ、もうあなたたち買うならもう今言うしかないわよとかいう感じで、本当になんかこのね、学校のそばの、学校に歩いて5分の物件の家が広告に載った、もう本当に3日後、金曜日に出て、で、月曜日にアポイントメント、で、その月曜日にもうすでにアポイントメントはもういっぱいで、もう見れない人もいるらしいんですよね。だからもう本当になんか、エージェントもね、私たちに、普通だったらいろいろ説明してくれるじゃないですか、ここはこうで。全然そんな。でも、あれ小さいジュエリーまた買って、もし。そういうの。リコここだよ。やる気がないっていうか、もうなんか私たちのことを聞いてくるの。あなたたちどこに住んでたのに。ママ、リコどれ？どうでもいいよ、うち自分の好きなの選んで。OK？ じゃあ、少ないのがいいんだけど。
ただきますね。もうどんだけ太るんだって感じですね。しょうがない。あとはね、スープもあるんですよ。スープと、このアスパラガス入れるからさ、アスパラガスをちょっと入れてね。ちょいなんかダディまたグレービーってうるさく言いそうですね。でも私あんまりグレービーって好きじゃないんですよね。まあ本当ジェイミー・オリバーみたいにもうストックとか入れないで作ったらいいんですけど、だいたいねなんかグレービー用の粉をがあるんですよね。ストックとかビーフキューブみたいなの。ビーフキューブとかだしの素とかそういうのが私本当に好きじゃないんですよね。なんか味の素が入ってそうで、だからあまり好きじゃないんですけど、イギリス人はそのストックが好きみたいですね。はい、こんな感じですね。はい、ビーフリブのステーキっていうかローストとポテトとスイートポテトとアスパラと、あとこのキャベツのねスープ、リブをちょっと煮たなんていうのスープで作ったんですけど、すごいすっごい匂い、あれ煮るだけで全然味が出ますね。それに塩コショウ入れただけなんですけど、すごいいい匂い。ということでいただきます。ここがね、あそこがファームで、でここら辺はね、こうやってプレイグラウンドになってて子供が遊べる。でね、ここでお茶ができて、あそこにカフェがあって、でね、ヤギがいるの。ほんと素敵だね、ああやって外で食べれるんだね。なんかちょっと寒いのに外でって思ったけど、今8月ですもんね。この機会を逃したら外で食べれませんもんね。でほら、はーい、歩いてる。タルトだ。ママ、ここのミルクって牛のミルクなのかな、それともヤギなの？うん？これ買おうかな。ここのミルクってさ、ヤギのミルクかな、それともあれ、牛のミルクかな。どっちだろうね。あ、本当だ、クロワッサンもあるね。